時刻は8時35分待っています。この時間はクロノスプラス。毎月最終月曜日はスポーツの現場で活躍されている方や OB をお招きしてのインタビュー、厳しい現場をくぐり抜けている方々の経験、そしてビジネスにも役立つヒントを伺っていきます。今朝は去年秋に開幕しましたバスケットボールの B リーグチェアマン、大川正明さんをお迎えしました。大川さんは1958年生まれ、大学卒業後銀行に勤務された後2010年に J リーグに入られました。 J リーグでは将来の構想などについて担当され、2015年の9月から B リーグのチェアマンに選任されています。おはようございます。はい、おはようございます。ご無沙汰してます。ご無沙汰ですね、本当に。はい、あの日本サッカー協会の理事会でいつもご一緒していただいていたんですけど、懐かしいですね。はい、さあ、おとといチャンピオンシップ終わってですね、ものすごい盛り上がりの中、初代チャンピオン栃木ブレックス決定しました。最初のシーズンが終わって、チェアマンであります大川さんの率直な感想はいかがですか？感想、はい、疲れましたいや、でもあの決勝のね、川崎と、まあ、栃木のゲームなんですけど、その試合も盛り上がりましたし、準決勝も盛り上がりましたよね。そうですね、もう開幕に思い切ってね、 LED コートでお金いっぱい使ってプロモーションして、はい、で最後にね、あれだけのいい試合をしてくれて、で僕はスポーツに関わってる仕事をしてるね、原点はやっぱり試合を見て感動してくれる人がどんだけいるかっていうのが僕らの仕事冥利なので、なそういう意味ではね、本当に良かったと思います。はい、でまあ、あの単純にはちょっと難しいかもしれませんけど、今シーズンの B リーグ、大川さんの理想とする姿の中での満足度100点満点のうちどのくらいになりますかね？うん、まあ100点と言いたいところですが、はい、まあ85点ぐらいかな。あ、でも結構いい点数ですよね。そうですね、うん、まあ、あのそ、まず収穫の方は何ですか？うん、85点、まあ、やっぱりね、特に一部の方のお客さんが5割増えた、はい、でも満員の試合も3分の1ぐらいあったということでね、はい、まあやっぱりお客さんがたくさん来てくれたっていうことは僕らの仕事としてはね、まあいわゆる何ですかな、非連続の成長ができたという意味では、はい、まあそこは評価していいと思います。僕も実際あのクロノスでですね、渋谷サンロッカーズの試合、栃木ブレックスとの対戦だったんですけども、観戦ツアーやったんですけど、お客さんもねすごい喜んでくれたんですよ。まあそうですか、うん、渋谷はね、特に青山学院記念館でやってる時はね、はい、若いカップルが多いんですよ。うん、でちょっとまたサッカーとはね違ったお客層っていうのかな、はい、試合見て、表参道で飲んで帰るみたいな、うん、そうですよね、うん、デートの中の一つの一環みたいな、ね、そうなんですよ、うん、はい、でまあ課題なんですけども、うん、いかがですか？課題はね、もう選手も頑張りましたね。でもまた選手も向上して代表を強くしなきゃいけないということもあるし、うん、一方でやはり指導者とか審判、はい、そしてもっとユースを育てていく、うん、まあこういったことが1年ではできないことなんですけれども、まあもちろんそうですね、やっぱり中期的な課題としては、残っている、うん、まあ、ここはまだ大切なんだな、 やり残してるなというのが見えてきているところ、まあここが15点マイナスのところかなと思いますよ。そこはある意味こう J リーグと少し似てる部分は、あ、おっしゃる通り、J リーグができてワールドカップオリンピック連続出場が続いている、うん、これはもう審判のプロ化も進んできたし、はい、指導者も S 級ライセンスっていう制度をしっかり守っている、うん、そしてユースチームを持ってね、このユースチームが高校サッカーとこう争いながらやってる、うん、こんな姿はとても大事だと思ってるし、そこは本当に J リーグをお手本にして一日でも早く追いつきたい、そんな思いも込めて15点マイナスにしてます。さあ、 B リーグチェアマンの大川さんにお話を伺っておりますが、大川さんはサッカーの J リーグでもお仕事されてました。で、 J リーグの基本理念は地域密着、もちろん B リーグでもそこは重要だと思うんですけど、例えばどんなチャレンジされてるんですか？うん、まあ、J リーグはスポーツでもっと幸せな国へっていうスローガンじゃないですか、はい、うん、でこれをサッカーとともに日本で競技者人口の最も多いバスケットが、そうですね、男女ありますからね、一緒にやれば、うん、本当に日本の国がスポーツでねもっともっと活気づいて、はい、楽しくなるんじゃないかと思ってまずやってます。そのために地域っていうの目線がとても大事ですよね、うん、はい、で僕がやってることは地域の首長さん、うん、知事や市長に直接 B リーグの理念であったり、はい、思いを語ったりして、地域の盛り上げをしていきたいということをお話ししてます、うん、でそれ以外にやっぱり SR 活動、ソーシャルリスポンシビリティって今あるんですけれども、はい、まあ、そういったような活動も含めて、地域貢献をね、まあ、まあある意味 J リーグと似たようなことなんですけれども、うん、選手、それからクラブの社長にね、やってもらってるって感じですね。じゃあ要するに球団が地域にいかに貢献できるかっていう話ですよね。そうです。
今まで東芝であったチームが川崎になって、ブレイブサンダースになったわけですね。東芝の正門で試合の告知のビラを配っていたのを、はい、川崎市の武蔵小杉の駅に行って配るようになったっていうのが、まあある意味最たる例なんですけれども、うん、そして小学校やいろんなとこ訪問したりとか、そんなことでね、地域の子供がプロの選手と会えた喜びっていうのはずっと忘れないと思いますし、うんうん、まあ、そんなことをねやってもらってますよ。まあ企業の、まあ、地域貢献っていうことは当然重要なんですけど、このスポーツ球団の地域貢献っていうことも非常に重要になってきたってことですよね。そうですね。もういろんな指導者とか選手が中学の部活に教えに行ったりとか ね、そんなこともね、うん、やり始めていいと思ってますから。そんな方が試合に出るって言ったらみんなね小学生を見に行きたくなりますよね。おっしゃる通りです。でまあ、地域の方々が応援したくなるにはもう大物プレーヤー、まあ、J リーグのまあ、ね、総席のように、うん、明らかにこう世界でトップでやってた選手がここに来るのっていうことがあったわけなんですけども、これ一つも大きな要素だと思うんです。これはリーグについてはどう考えますか。うん、なかなかね、バスケットボールのトッププレーヤーってやっぱり人件費が高騰しちゃってるので、まあ、かなり高いですよね。本当のトップのトップっていうのはなかなか今難しい。ただ、今年はですねやっぱり、NBA でもう100試合以上経験があるような選手が数名来ましたね。来ましたね、はい、はい。でまあ、例えばその NBA のもチャンピオンになったそこのチームにいた選手が来たりとかですね、いろんな選手が来ているので、やっぱりプレーの質がかなり外国籍選手も上がってるっていうのはありますからね。まあ、皆さんに見てほしいですよね。はい。でまあ、様々な、ね、目標について伺ってきたんですけど、それらを達成するためにこう組織の中でこう重視していることは大川チェアマンとしてはどう考えてらっしゃいますか。まあ、これはまあバスケットとかサッカーに関わらない話ですけど、はい、まあ、企業の方もそうですよね。まあ、僕のずっともう三十何年のあれからすると、はい、やっぱりトップに立つものほど働かなきゃいけないというかね、やっぱりね、率先垂範っていうのが一番大切だと思ってますね。でそれと、まあ、細かくね、やっぱりいろんなスタッフ担当担当にメールとか電話とかしてちょっかいかけてる。ちょっかいかけてるって嫌がられるかもわからないけど、いやでもそのちょっかいっていうのは要するにいろんなところを必ず観察しながら何か一言物申してるってことですか。トイレ行く時にもルートを変えてね行って帰ってきたりとかして、あチラチラっと見て周り何をやってんのかなとか、喋ってる内容がチラッと聞かれると、まあ、困ってるのか笑ってて楽しそうなのかによっても随分違いますよね。まあ、そんなことをまあ少しアンテナ高く持つことは大事なんじゃないでしょうか。まあ、でも最初におっしゃってましたけど疲れましたということはいろんなところを見て回ったってことですよね。まあね、最後の喜びで吹っ飛ぶんですけどまあでもね疲れるのもいいことですね。じゃあやはりこう社員だったりそのいろんな B リーグに関わっている方々の小さな声も逃さず聞いていきながら、ちょっとずつちょっかいを出していくと、そうあるべきだと思ってますよ。なるほど。で、この秋から通信詰めが開幕するわけなんですけど、チェアマンとして次なる大きな目標何になりますかね。バスケット界は男子はね特に東京オリンピックの出場が開催国だけどまだ決まってないんですよ。はい。でここが強くならないと、ね、B リーグを作った意義がもうひょっとしたらないと言ってもいいぐらい。で、はい、それで今年の11月からサッカー方式でワールドカップの2019年の予選がホームアンダーウェイで始まっていくんですね。はい。でここにやっぱり全力投球ですね。でやっぱり代表がすごい活躍してそしてその選手がリーグ戦で見られるこの好循環を作れるかどうかというのが2シーズン目の大きな課題なんですよ。いやまさに93年 J リーグ開幕してその後オリンピックアトランタ出ました、フランスワールドカップ出ました。やっぱりこうリーグが強くなることによって代表チームも強くなる、これが重要ですかね。もうそれがないとプロリーグっていらないですもん、正直言って。じゃあ2020年のね東京オリンピックで男子のバスケットが日本代表として出場する姿を、はい、期待してると。もうぜひ実現したいと思います。わかりました。クロノスプラス、今朝はバスケットボール B リーグチェアマンの大川雅昭さんにお話伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。